はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。おー、危ない危ないイース8、ラクリモサ・オブ・ダーナやっていきましょう。まあ、とりあえずこの森の捜索ですね。まあ、ちょっと敵がうろついてるので倒していきましょう。ここに鉱石があるけど、あ、これか。これ上行けるのか。お、行ける。上行けるけど何もないね。まあ、モンスターは殲滅していきましょう。一通り行って、ちょっと食らったとか勝手しこいつ。タバコに任せないとダメだな。これこっち行けんの？なんか向こうに印があるけど、こっち側からはいけないっすね。このゲームはね、地図を埋めるっていうことも重要なんで、あ、こっち勝手やった。もうコンピューターに任せよう。交代するよりはコンピューターに任せた方が嫌い気がするんだけど、ブレイクすれば攻撃が通るようになるのかな。そこら辺のシステムとかも合わせて、まあ、把握してないところがあるからな。何かあるって言ってたけど、ちょっとこれどころじゃないんで、この上とか一応まあ登れる地帯ではあるけど、特にっていう感じか。おっとおっと、敵が降ってくるね。倒せなかったか今。ん、また降ってきた。よーし、ダッシュール。あそこにも敵が見えるけど、いや敵の数が多いね。あ、宝箱ある。宝箱、あれを回収したいけど、まずこいつを倒そう。ほら、これは何が入ってるかな。甘い妙薬絶対だからお腹壊すでしょこれ食ったら。おっとっと、軽い骨を回収できてなかった。ちょっとこっちの地図を埋めつつ、宝箱ルートか。よし、毒消し薬、これはほんと助かる。毒になると回復する術がないですからね。自然回復なかなかしないし、これは破壊しておいて、セブンとも意外に減ってんな。ちょっと回復させていくか。ここでもしやここ回復しない地点、ダンジョンとかに入るとね、ヒットポイント回復がなくなるんですけど、そういうところっぽいな。あれ今、あ、これ蜂蜜か。こっちは蜂蜜があって、奥へ進んでいきましょう。どっちだ、結構分かれ道になってるけど、左から行ってみるか。なんかすげえめっちゃ下ってるけど、なんだこいつら。よし、あれこれレベルアップすると全開する。こっちにもだいぶね。宝箱が見えるけど取れない。こっちの方から登ってきたな。これはとりあえず回収して、みんな基本的に跳ねてくるね。上空からの攻撃が多い。そしてレベルも意外に上がりが早い気がする。まあ、最初だからかな。敵は殲滅していきましょう。あれ、サハド早く来てくれ。めっちゃ硬いんだけどこいつら。おー、いいね。
で、この宝箱を取りたいんだけど、あ、どっか行くんだ。高台にありすぎて登れないんだけど、何、どっかから登れたりしないのかな。俺さ、もう手伸ばしてさ、捕まってほしいんだけど、よって。こっちじゃないのかな。こっちに鉱石があるんで、これは回収して。広いね。あれ、ここは多分いつか登れるようになるんだな。ちょっとこっちをまず見てみよう。あ、魚がいるね。透き通ったね、雰囲気。ここは魚ポイント。てかこれ歩いていけない、ジャンプしないと登れないんだ。前方にまた宝箱があるけど、これは下ってことかな。あ、どん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 奥に行ってるけど、うわー、これもまた強そうだな。うわ、毒を撒き散らしてくるね。ここにスライドがレベル2だ。やばい、これね、もうすぐ死にそうになるからな。来るのみは8個あるから2つ、うわー、3つくらい使わないとダメか。全然減ってねえじゃん、このパワー。さっさとに変える。参ります。どうよ、ほら、うまい、取り寄せ。よし、いいね、来て。ほら、よし、ほら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 、常に回り込みながら。このカニも、おら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 。お、これはグランドアンサー。オッケー。じゃ、めっちゃ苦労したな。僕の番だな。お、鍾乳石ってのを手に入れたね。ここは鉱石の塊だな。で、あの宝箱取りたいんだけど、こっちから行けばいいのかな。お、オーケーオーケー。クリの宝術、これ生き返らせられるやつだよね。なんかいるよ、漂流者。でこんな奥になんでいるんだよ。お、もし足を痛めているのか。私の足が。おい、貴様、早くなんとかしろ。動かないでください。どうやら足首をひねったようですね。てか、むしろなんでこんなところにいるんだ。一応これが高そうな服なんだ。カーラン卿。カーラン、誉れ高きロムン帝国貴族である。キルゴール。僕はキルゴールといって、開業医をやっているものです。医者がいるのはでもいいね。確かに頼りになるからね、こういうところにとっては。あの、それであなたたちは一体。一旦あそこに戻るのかな。別にまだ戻ってないか。呪われた無人島。
こっから漂流村まで結構距離あるよ。また回復ポイントが見える、後ろに。私と同じ貴族のようだなって。ガルマン貴族、ロズウェル家、地方貴族、それだけでわかるんだ。この通りって元気そうだけどね。漂流村なら俺が案内するぜ。あれこいつ一人でここまで来たのか。さすがだね、空を飛べるっていうのはすごいよね。もっと島全体を見渡してほしいんだけど。いやいや普通に歩いてるし自分で歩けるじゃん。あれこいつはどうすんの。まあ冒険家って言ってもまだ自称だからね。ありがとうございます。え、取り残されてんの。なぜ一緒ではないのですか。ああ、まあね。これで何人目？ 2 人プラスされたから、なんかあの岩みたいなところだっけ、どかせそうな気もするけど、まあ、とりあえずこの森を先に抜けましょう。カーラン教とキルゴールで、ここで回復をして、特になんか音楽のないところに出てきたな。あーボス、こいつは硬そうだな。セルペンタス、慈悲なき戦慄の顎でかい。とりあえずこの口を狙えばいいかな。あ、通るね、口は。うわ、尺結構食らな。ここは、あ、境目やっぱり。うお、毒を。まき散らしてくるか。よし。おら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 。毒はね、まあ、毒して手に入れたから、
おお、危ない危ない危ない、追尾してくんのか。よし、なかなか戦いも慣れてきた感じがする。得意になった。早め早めに回復をしよう。で、来るのみも使っちゃおう。まあ、来るのみは多分そこら辺に落っこってるからね、出し惜しみなしでいいでしょう。大丈夫か、あいつは。なんか、おお、危ない危ない危ない。で、横から。倒せなかったか。ちょっとここヤシの実で回復しつつ、これは回避する方向でいこう。よし、よし、あ、これやばい、ちょっと逃げる。で、ここやしで回復して毒になってるな、あいつが。これ行くんじゃん、そろそろ。これで終わりでしょう。ほら、かわいそうだな、爆発するんだなあ、どういう仕組みなんだこれ生物が爆発するって、跡形もなく消え去ったな。一応まあ地図埋めていきましょう。特に泉には何もないよね。このまま先へ進んでいくのかな。カーラン橋、どれくらい偉いかだよね、貴族って言っても。これはまさか、結構至る所に海賊の死体がありますね。変わった手袋、あ、よじ登れるようになる、もしやこの手袋でそれは拾いたくないよな。グリップグローブ、冒険具の装備、アイテムメニューからセットすることで効果を発揮。おお、セットして、これか、ツタを登れる、なるほどね。ツタに近づくと捕まって登り降りできる。あら、そこにツタがありますね。アドルクリスティン、先ほどの手袋を使えば登れるかもしれません。手袋一着しかないよね俺は装備してるからいいけどさ、他の二人どうすんの。一応ダッシュできるのかな。あんまりダッシュできないね。大した手袋だぜ。これをこうやって、これで行ける場所も増えそうだな。あれ、宝箱はまた見えるけど、この宝箱めちゃくちゃ気になるね。下？あ、あった。すげえ、いっぱいいる。そしてまた毒になった。毒消しそう、これ。10個くらい必要だな。赤き指南書。これなんて読むの？え？何今の？どこにあるの？赤き指南書って。一覧で見よう。レア素材とか。
赤騎士難所。え、赤騎士難所は何だか。書物、いにしえの戦闘指南、使うとアドルがスキルを習得する。使おう、使用で使うのかな。そうするとあった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 、トルネードソード、もう覚えよう、せっかくなんで。じゃこれをスキルをセットするんで、三角にトルネードソード22使うのか。威力 B、 スタン B、 ブレイク C、 ソニックスライドの強化バージョンみたいな感じかな。なるほどね、この途中から行けたってことね。スタンの場所とかもう忘れたな、どこに何があったか。そこまで把握してないからな。結構いっぱい来たわ、ありましたよね。これかトルネードソード、ちょっとこれだけだとよくわからんけど、こいつはね硬いからね。ああ、トルネードが発生するんだ。でまた宝箱があるけど、この裏か、鉄鉱石。他の人たちの攻撃力も上げたいしね。ここは木があって、でこっちか。早いなあいつらいつの間に。あー、またあいつがいるよ、ごっついやつが。これは変えよう。こっちにセッティングした、よし、おらおらおら、気を出せればな。タフだよな、このくる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 回ってる時に。もはや画面がわからん。よし、ブレイクした。このままよーし、僕の番だな。結構いっぱい宝箱があるね。この上の方に登っていって、なんか降ってきたなんか降ってきたよこれ明らかに上から来るでしょう。トルネード3とかゴリ押したな。これブレイクすればあれか、ダメージは通すのか。トルネードなんとか結構使えてね。で、どっちだ、なんかもう一個くらいアイテムなかったっけ。アイテムっていうか宝箱、あ、左側にあるんで、あれ持っていきましょう。どっから来たん、どこへ行くんだか、よくわからんな。もう完熟ココヤシ、ココヤシより回復するやつか。で、こっちの奥ですね、多分。キルゴール、医者としての腕も確かな様子。お、ラテカ樹脂、色がついてんのが多分レア素材なのかな。急に姿を現しました。何、そういう敵。一体どこから。アワドルも気をつけてくれ。おお、この島特有の性質を持ったモンスターかな。一旦漂流村に戻ったら少しアイテム整理とかをしましょう。いろいろ作ったり加工したり、毒消し薬とかもね、もう少し欲しいからね。新たなロケーション、七色の滝。これは絶景だな。どうした？
こいつも大変だね、いろんなところ飛び回って。獣たくさん、漂流村ピンチ。何、襲われてるってことか。ワープポイントから戻ろう。地図メニューから漂流村へ戻ってみようそれを推奨するんだ普通に。拠点に戻ると、アドル、よかった戻ってきてくれたか。一体何があったのです。ああ、それがな、落ち着いて聞いてほしいんだが、どうやらこの漂流村が獣の群れに取り囲まれたみてえだ。獣の群れ、パロが言ってた通りってことか。最近どうも獣たちが殺気立っていると思っちゃいたが、とにかく詳しいことはバルバロスの旦那と話すとしようぜ。漂流村ってどっからどこまでがそもそも漂流村なの区画がいまいちわからん。しかもあんまり取り囲まれてる感もないしね、今見る限りでは。おお、迎え撃つのか。浜辺の守護。もちろんだ。おお、すげえ、全員戦闘に参加すんの。ドギに話しかけることで迎撃戦が開始されます。十分に準備を整えた上でドギに話しかけて出撃してください。そうか、十分に準備をしよう。まずはどこに何があるんだっけ。こいつ何してくれんの。薬とか作ってくれんのかな。どちら様でしたっけって結構ひどいこと言うよねこいつ。診療所。おお、薬の調合。解毒薬重要だからね。あとあるのが麻痺、暗闇、凍結、燃焼、失血。調合を頼みましょう。この2つしかない。固形薬がこっちか。毒消しは何個作れる。10個くらいは余裕で作れそうだな。これは効きますよ。で、まあ一人そう。あ、これも小さな葉が必要なのか。これはまあ5個くらいでいいかな。それではまた。さて、あとは鍛冶屋で鍛えよう。ま、攻撃だね。レピ8しかないんだ。まあ、いけるでしょう。強化して。いや、一気にすげえ上がったな。
こまめに強化することも重要だね、これ。まだ鉄鉱石は余ってるんで、一回強化するだけでだいぶ上がるからな、これ。めちゃくちゃ重要ですね、このゲーム強化は。防具系は特に強化はなさそうなので、ちょっといけないんだけど。で、あと何があったっけ。ここはそうか、素材の交換か。なるほどね。まあ今のところはまだ別にいいでしょう。あとは仕立て屋さんのところに行きたいけど、いまいちどこに何があるかあんまり把握してないから。仕立て屋さんは中だっけ、洞窟の。迎撃戦。ああ、貴重なアイテムや素材を入手するチャンスでもある。あれ、いなくね？サボってんな。こいつは何もできなそうだな。一体何事か説明するのである。どこにいるんだ。こっちは行けないと。洞窟に入れるんだ。まあ入る必要も多分ないと思うんだけどね。あれ、あの女の子どこ行った。仕立て屋さんの名前をもう忘れてしまったけど、まあ、とりあえず武器を鍛えたから、これで迎撃戦の方に行きますか。あ、いた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 。作ってくんないのかな。あ、仕立てするできるし。ゆっくり見てください。シールドピアス、あ、毒耐性とかあってもいいよね。何個作れる。3つ作れますね。毒はちょっと。ありがとうございます。あ、このまま装備できるんだ。あ、そっか、こいつはもうすでに2つ装備してるから何かを外さないと、いけなくて、結局ヒットポイントの方が外れたのか。確かに攻撃力は重要だからな。落車あたりに一応ボーンネックレスをあげますか。てか防具がないんだけど、防具がそもそも。ネイチャーベスト、あ、足りねえし。いや、素材が足りないね。革の手袋、針のリストバンド、攻撃時に毒を付加する。あ、これはまあなかなかいいね。あ、でも革の手袋ヒットポイントも増えるのか。とりあえずこれを2つ作っとこう。あ、間違えた。こいつ、いや、めちゃくちゃ役に立つねこいつ、仕立て屋さん。革の手袋、ウッドシールド。あ、ウッドシールドは防御力が、まあ、ちょっとだけ高いけど、ヒットポイント100増えた方がいいもんね。よし、とりあえず装備はこれでいきますか。というところで、じゃあ今回はこれで終了して、次回迎撃戦の方からやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。